新潟砂丘は新潟県の海岸部に位置する砂丘。新潟砂丘と商品の池、右手は日本海関心魚にできた砂丘で長さ約7 0トルに及ぶ。砂は固結してなくサラサラしている。鳥取砂丘など日本海側の砂丘は一般的に新砂丘のもとに厚い古砂丘を伴っており、2階建ての構造をしている。新潟県では 柏崎平野の荒浜砂丘、首木平野の片町砂丘がこの構造を持つが、新潟砂丘はこれらの構造とは異なり、小砂丘がなく、新砂丘のみが厚く、しかも10列もの砂丘が、列状に並ぶ、大列砂丘を成している。この砂丘が排水の障害となったため内陸側には、湿原や型が多く形成され、阿賀野川を含む多くの河川は直接海に出ずに、 信濃川河口に合流する形となっていたが、近世以降その排水のために、松ヶ崎掘割や新川など砂丘を貫く人工流路が数多く建設されて現在に至っている。新潟砂丘は現在の海岸砂丘が最も大きく北東部の村上主岸線口から南西部の角田山麓まで連続して分布する。新潟市付近では 内陸部にも9列ほどの砂丘があり、位置する地名をとって、亀田砂丘、石山砂丘などと呼ばれている。新砂丘は、内陸部から新砂丘 I、新砂丘 I、新砂丘 II などの砂丘列があり、赤塚付近では標高52メートルに及ぶ。これらの砂丘列は、新型東高位島を及び、角田山独付近で修練している。砂丘は、地盤が安定し、 生活上安全な場所であった。ABCDE 新潟市市 12P15 ハット ABCD 歩み P2AB 型の成り立ち新潟砂丘と型の成り立ちの関係新潟市型のデジタル博物館2019年2月1日閲覧 ABC 新潟市市 12P16 ありがとうございます。